はい、皆さんこんにちは、井川直介です。スクールオブ VBA、まあ、第9回なんですが、ちょっと半端な回数にはなりましたものの、本日で、終了したいというふうに思っております。そして、第1回から第8回まで皆さんに紹介したものを、じゃあどうやって使うんだと。で、これをやったのには、あのスクールオブ VBA を僕がこうやってきたのはちゃんと訳があって、自分で一通りこういった理屈が分かって、まあ、あの会社で、まあ、あの定石に一個紹介をした時に、定石が、面白がってね、やってくれたプログラムがありまして、でそれを今日皆さんに紹介をしたいというふうに思います。パソコンの画面、終わりましたら皆さんに、メッセージありますので、お時間のある方どうぞ最後まで見てください。はい、それではパソコンの画面に行きます。はい、それではですね、スクールオブ VBA、最終回をやっていきたいというふうに思います。皆さんにですね、8回にわたってで、まあ、いろんなことをやってきたんですが、そのね、知識を全部使ったらどうなるんだっていうことをちょっと皆さんにお教えしたいというふうに思います。それで、これは、まあ、私が作ったものの中で、まあ、会社、社内で公開しまして、まあ、上席の人が喜んで、へえ、すげえなってやってくれたものなんですね。で、完璧に再現することはできないんですけど、ちょっとお見せしたいというふうに思います。私の仕事でしたら、まずシステムから吐き出されるもの、それから実際に、まあ、そこで働いている人間が、まあ、記録を残すために、まあ、Excel なり、アクセスなりに入れたものと、それが本当に合致しているのかということを、照合するんですね。なんでかっていうと、まあ、それは顧客情報が、入ってたりとか、性別が入ってたりとか、まあ、こんな11とかっていう風になってるわけではないんですが、例えばちょっとこれ画面小さくします、皆さんがもしこれを判定するとしたらどうなるんでしょう。多分関数を知っている人であれば、これ if 関数で判定します。if 関数でもしあのセルの A2 と B2 が正しかったら丸じゃなかったら×で、見にくいので、まあ、条件付き書式なんかをつけて、×のところをまあ赤くするとかね、そういったことをするんじゃないかなっていうふうに思いますが、Excel を使ってる方で、まあ、生っちゃいましたね。Excel を使ってる方でしたらわかると思いますが、あの条件付き書式っていうのは、本当に覚えたての頃っていうのは、わいわい、こんな面白いななんていうこともするんですが、あれほど不便なものはないですね。はい。あれほど不便なものはない。ねえ、そのままコピーしちゃったら、その残存が残っちゃって、なんか変な結果になるな、みたいな感じになるわけじゃないですか。じゃあこれちょっとマクロで走らせてみましょう。どうなるのかっていうと、はい。っていうふうにすると判定完了となって、ここの2だけが×がつくということになってます。はい。ちょっとこれ結果めんどくさいから結果めんどくさいから、ここは削除しまして、これ何回走らせても一緒になります。はい、ドンということですね。で、今21しかないですけど、ここまちょっとずっと引っ張って、でここにまあ2と入れて、ではい、こうしましょう。で、ここももう一回、消します。はい、じゃあ、マクロを走らせてみましょう。ドンっていう風にすると判定完了となって、ここが全部バツになると。これ何行やっても一緒です。前回やったあの、端から端までっていうのと一緒になります。じゃあ、コードを見てみましょう。ほいと。とてつもなく単純なコードになってますね。はい、よいしょ。よいしょと。はい、見えましたでしょうかね。はい。まず、こうですね。ここをコピって、ハテナの、こうやってやると34番目っていうものが出てきます。はい。何番目でしょうか。はい。34番目ですね。これで皆さんは、端から端までというもの、ね、一番下までという数字を気にすることなく判定をすることができます。はい。で、ここで、どっからループさせんのったら2番目。つまり、ここからループさせます。ここからループさせます。そして、セルの、ここと、それから、ここが、一致していれば、丸。まあ、ちょっとこれ、書き方悪いですね。バリューと。
が、丸にしまして、もしもセルの A2 とセルの B2 が正し、一致していれば丸、そうじゃなかったら、そうじゃなかったら、セルの、まあ、C 列ですね、ここの部分のところに×を書き出せと。そして×の部分が目立つように、with ステートメントを使ってくくりました。つまり、文字を白にして、背景を赤にしましょう。で、with と with は、これはカプセルなので、ここをカプセル化する。つまり、end with でくくってやって、そして if 構文で終わると。そして、next i でループを終了宣言して、メッセージボックスで判定完了という風にしてやって、あげるということですね。わずか8行足らずの、ものな、まあ、8行というかもっとあるかもしれないですが、10行足らずの構文なんですが、もうこれはここがどんだけ、削除されようと、まあ、削除したらね、関数とか条件付き組織っていうのはもう一回設定しなければなりませんが、こういうふうにポンとやると全部が出てくると、まあね、こうやってどんどんここバーってやったにしても、はい、マクロを走らせましょう。はい、ドンってやると、はい、判定完了となって、下の方までずっとこれが続くということになります。いかがですか？はい。正誤判定を使うっていうのは、僕の動画で何回も if 関数を使ってやるっていうこともありましたけど、第8回までのスクールオブ VBA の動画を、見ていただけるのであれば、これぐらいのコードは書けるんじゃないでしょうかね。はい。そして、関数は列をこのように削除すればもう一回設定の し直しがしなければなりませんが、VBA に関しては何回やったって同じ結果が出てくると。それは、Excel が勝手に判断をしてやってくれてるんですっていうことですね。肝となる部分は、ここのループの理屈を分かること。if 構文が分かること。そして、end with で他のコードに迷惑をかけないようにカプセル化をしてやって統一した処理をするということ。そしてメッセージボックスで他人様が使うので必ずメッセージで、判定完了というメッセージを出して終了するということ。これが、スクールオブ VBA の中で僕が教えたかった、皆さんに紹介したかったことになります。はい。ブログの方にコードとかは全部書いてあるんですが、これはサンプルファイル購入した方にもこれはお配りはしてはおりません。お配りするものではないですしね。当然サンプルファイルを購入されている方っていうのはこれぐらいのコードは僕は書けると思っているし、ぜひね、まあ、今日初めて見たという方も、ご興味があるのであれば第1回目からずっと見ていただいて、このぐらいのコードを書けるように、動画に載ってるので自分で一個一個書き写してもいいと思います。これぐらいのことができるようになれば、まあまあまあ、一番初めに僕が言いましたように、皆さんの VBA のスキルが1であるのならばレベル3まで上がることは僕は保証しますというふうに言いましたが、いかがでしょうか。レベル3ぐらいにはなってるんじゃないかなというふうに思います。はい、それではパソコンの画面はここまでにします。はい、いかがでしたでしょうかね。第9回目で、スクールオブ VBA は、ちょっと一旦、終了させていただきたいというふうに思います。週3本の、ね、動画を、ね、上げるのはちょっとなかなかハードなものでもあったんですが、僕の中でも楽しく、やることができました。よもちゃん、あいちゃんっていうさんからね、嬉しいコメントをいただいたりとか、まあ、僕の有料さファイルを買ってくれてる方、大岡さんって言うんですけど、その方からもすごい嬉しいメッセージをもらいましたね。本当になんかよくやっててよかったなっていうふうに思います。で、その大岡さんのメッセージの中で、今まで私は挫折ばかりをしていたけど、僕の動画に出会って、そしてまあ苦労はしてるんでしょうけどね、楽しく勉強を進められることができますなんてね、もうこんな嬉しいコメントをいただくなんて、もう本当になんかやってて本当に良かったなっていうふうに思います。最後にね、皆さんに言いたいのは、VBA っていうのは、まあ、僕はね、簡単だとかってまあ言うこともありますが、決して簡単なもんじゃないです。ここに、見てくださいね、辛いという字があると思います。この辛いという字でも、こっち見てね、こっちのこの辛いの出っ張ったところに横棒を1本引いて10にすると幸せという文字になります。いいですかね。これは
中島みゆきさんが言った言葉なんですね。私がまだ中学生の頃、中島みゆきさんが、オールナイトニッポンの最後の、時に言った言葉です。中島みゆきさん最後にこう綴ってます。ね、十分に苦労してくださいと。で、十分に苦労するから人には幸せが来るんだっていうふうに中島みゆきさんは言って、オールナイトニッポンを一回やめるんですね。もう非常にいい言葉だなと思うし、本当に彼女は天才だなと思うようなことを、最後にオールナイトニッポンで言ってやめてったわけですね。うん。でね、挫折してる方、VBA わかんないっていう方、で、僕も中島みゆきさんの意見と同じで、苦しまなきゃダメですよ。うん。苦しんでください。10回。10回苦しんだら絶対に幸せになれるって僕は信じてます。で、その大川さんが言ってました。ね、次々新しいアイデアが湧いてくるんですよってね。皆さん、ね、皆さんのアイデアの卵ってどんなもんですか？ね、教育テレビで、トータス、松本が歌ってましたけど、ね、探そう、探そう、温めよう、君の卵、何が出るって。ね。うん。音痴かもしれないですけどね。いいですか？ね。苦労しなきゃダメなんですよ。VBA っていうのは。で、皆さんに、苦労したところに必ず幸せがあるっていうことを僕はただ伝えたかったんです。そして、ね、わからなくても諦めないで、ね、できなくてもこの野郎と思って向かってって、皆さん、まあ女性の方も見てるかもしれないですけど、男の子だったら、ね、大なり小なり喧嘩ぐらいするじゃないですか。ね、喧嘩だったら勝つまでやるでしょう。人間が作ったものをね、解けないわけがないんですよ。そしてもしくじけそうになったら、このチャンネルに来て、コメント書いて、メールして、ね、僕は何もできないけど、皆さんの話を聞くことぐらいはできますから。ね。で、最後まで見てる方は、ごく少数だと思うので、僕はね、いつか、自分で、もうこんなまだね、ひよっこみたいなコードを書いてるじゃ、まだまだなんですけど、ね、まだまだなんですけど、いろんな言語を勉強して、もう今僕49なんですけど、あとも多分20年ぐらいしたら死ぬんじゃねえかなっていうふうに思いますけど、それまでの間にね、若いやつなんかどうだっていいんですよ、もう。ね。まあ、若い人もね、大事ですけど、ね、もうなんか会社定年になって、ね、もう仕事もないとかで、今この先日本なんかどうなるかわかんないんだから、ね、で、仕事もないというような人たちに、ちゃんと僕が社長じゃなくてみんなが集まって、プログラマーのコードを教えて、そして自分たちで営業をかけて、ね、なんかこうね、ファイルを作って、自分たちの分身がどこかの会社に行ったらあるみたいなことをやってみたいなっていうふうに思ってます。はい。改めて募集します。この間ね、ツイッターで仲良くなったゆうせいさんという方と、ホルモンをちょっと食べながら、彼が作ったね、VBA のね、写真を見せてもらったんですよ。まあ、見事なくらいの立派なものでしたね。すごいと思いました。そして僕とホルモン食べに行った後に、部長から褒められ、東京の支社からね、このコード参考にしますみたいなことを言って、今日本当に経営がいいみたいなことをつぶやいてたんですね。はい。あの日、エクセルの VBA の話でホルモンと酒を食ってたのは多分日本広しといえど僕と雄星さんしかいないと思います。はい。で、まあ、札幌限定になってしまうんですが、まあ、私でよかったら、まあ、ゆうせいさんという方も別に気さくな方ですごいいい人なんで、で、お酒とか飲みたいとか、ちょっと VBA やってみたいなとかっていうようなことがあるんであれば、まあ、ぜひ参加をしてみてください。いいですか？幸せになるためには苦労しなきゃダメなんですよ。そして、皆さんの、いいですか？今持ってるこの卵の中には何があるのか、アイデアじゃねえよ。ね、感動と幸せがあるんだよ。その自分で初めて作ったサンプルファイルの感動を忘れちゃいけない。で、これを言いたいがために、スクールオブ VBA をやりました。ね、また他の言語とかでもあるのであれば、まあやってみたいなとは思うんですけど、まあまあまあ、
そこら辺は皆さんと、ね、コミュニティでお話をしながらじゅんぐりじゅんぐり進めていければなと思います。はい、第9回までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。はい、基本的なことなんですけど、この知識を生かすも殺すも皆さん次第です。で、騙されたと思って、1回目からちゃんと自分でコードを書き出して動かして、その感動を味わってください。いいですか、その感動を味わうんですよ。そうしたら VBA なんて簡単だから、誰でも この程度だったらね、この程度だったら誰でも覚えれます。はい、それでは、スクールオブ VBA 今日をもって終了したいというふうに思います。皆さんお疲れ様でした。